どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。昔ロトセブンで失敗したことについて話したいと思います。今から5年ぐらい前かな、ロトセブン買ってたんやけど、今よりも口数多くて5口ぐらいで購入して、当選しても真っ当止まり、5等すら当選できなかった。まあその理由は明らかで、ロト6と同じその予想の仕方してたよな。桁違いとか連続数字、あと数字の一つ違いとか、そういうのを入れてその組み立ててたから、なかなか当選ができなかった。今とは予想の仕方がちょっと違う。今はどっちかっていうと、その引っ張り数字を重視して予想してるから、まず引っ張り数字を考えて、それから連続数字や桁違いなどを入れるようにしてるから、だからそこが、昔とは違うかな。やっぱりロトセブンって引っ張り数字がロト6やミニロトに比べたら多いんよな。だから必ず2個か3個かは入れて予想してる。多分その方が当選しやすいと思う。その保管するものとしてロト6の桁違いとか連続数字を入れるようにしてんねんけど、そこが昔と決定的に違うところかな。まあ今のところハズレが続いてるから、これが確実に正しいとは言い切れないけど、でも、継続したら、多分、昔よりは当選できるんじゃないかな。まあ、確実とは言えないけど、昔みたいに、真っ当止まりっていうことはないと思う。継続さえして予想すれば。一応、これがそのロトセブンで失敗したことです。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。